男子の3回戦、清風対日本航空、清風のサーブで試合が始まります。まず1本目きっちりセンターに返ってレフトに振った2枚ブロック、角度をつけて打ってきました。2年生エースの前島優斗に1本目預けてきました日本航空の攻撃。ライトブルーのユニフォーム清風は3年連続のセンターコートをかけての今日この3回戦ということになります。チーを使ってきました。今の速い攻撃、そうですね、一条高丸です。これで落としましたが、さあどうか、ライトに振って1枚になったかブロック、一条が止めた。今1枚で止めました。いや、手の形が非常に綺麗でしたね。きっちりと前に出ていました。前田のトスアップ、今のは高い、はい、2枚の上、久々に本来の高さでスパイクしましたね。そうですね、思いを込めたサーブ、日本航空は B クイックで対応。よく上げましたね、この場面でミドルを使ってきましたセッターの樋口響。ここも必要に佐藤を狙ってきます。しかしそのバックトス、自分で拾って自分で打つ、ただ切り返しの攻撃、青山が押す。前田はバックトス、青山磨いてきたこのライトの速い攻撃、平行のトス。全国大会に向けてそのトスのスピードというのを一段上げてきたという2人、しかも打点高いですよね、はい、高いですね。さあセットポイントを迎えている前田はライトに振った、青山、最後は青山のスパイクで決めました。第1セット25対20、清風が先取しています。矢倉のサーブ、ここは高さを生かしてきました。7番の前島優斗、第1セットもこの前島が5得点、第1セットを先取している清風、この第2セットも3ポイントリード。どこで日本航空は流れをつかむか、前田動きながらのセットアップでも3枚ブロック、1枚を取りの時間差攻撃。いや、この青山も垂直跳び80センチというところで身長183センチなんですが、それも大きく見えますよね、はい、そうですね。3点差とした清風、清風もブレイクが欲しい、抜け出したい、ブロックに引っ掛けて切り返しオーバーで上げる、青山のスパイク、いや、高い位置から高い打点へ。またその前に一瞬フェイクかけてるんですよね、ライトに上げるような素振りを見せながらレフトの方に腕を持ってきましたね、はい、きっちり返った、レフトに振る、託された、ここは応えた、よく打ちましたね、よく応えた、はい、リリークサーバー森井のサーブ、レフトに振ってここにも2枚つく、ワンハンドで上げました。ハイセット2年生の森口に3枚ついた、さあ切り返したい、バックアタック、レシーバー入っている、ジャンプトスから森口、いいトスだ、いや今もうアタックラインのこの後ろからのトスなんですけども、はい、ここでも打点の高さを生かせるトス。サーブで狙って動きながらのトスアップだ、3枚ブロックの上、さあ清風、前田はライトに速いトス、ストレート、最後はエースの一条が決めました。清風高校セットカウント2対0、ストレートで日本航空を下し、この後の準々決勝に駒を進めています。